はい、今回はベンツ E280 にトランザ ER300 装着の様子です。はい、こちらベンツ E280、ネジ間隔が、国産の 114.3 とは違い、112mm になります。102mm、に変更です。わずかですが、少しネジ間隔が、違います。ベンツ PCD、ネジ間隔 112mm ですね。こちらを使います。そして、ハブ側ですね。ハブ側の、コーンも中側のコーンも、ベンツ、専用コーンですね。こちらのベンツ専用コーン、これで中心出ししっかり出します。こちらの組み合わせで、ベンツ専用コーン 110mm PCD ですね。これでしっかりと中心出し、ホイールを据え付けます。